では、えー、講義の本日は「What is Color」という題名でですね、まあ、カラーというとなんか最近のアメリカ選挙の話とかではなくてですね、えー、と単純に色をどう見るかというような話を本日はさせていただきます具体的には3つお話しいたします1つ目は色の表現が様々あるということで2つ目が色の基本概念 で3つ目が人間がどう色を見ているかこの3つについて今日はお話ししていきたいと思いますさてまず色の表現についてなんですが皆様色って何種類あるとお考えでしょうか今パソコン、えー、とお見せしているのは500色の色鉛筆らしいんですが、まあ、多分これ持ってる方はいらっしゃらないと思いますしじゃこの500色を全部使い分けられる方っていうのもなかなかいらっしゃらないじゃないでしょうか一方で皆様がこう小学校とかでよく使ってた絵の具 とかって、こう高たが10色とか20色しかないのに混ぜることによってさまざまな色を作ることができました。これを考えますと本当に必要な最低限な色の個数っていうのは少ないんじゃないかというのが考えられます。で、えー、と今チャットにもご,あのご指摘いただきましたけれども、えー、とこの三原色というものがそのような話したときに出てくるかと思います。えー、とこの三原色2つ挙げましたけどこれらは混ぜると全てに色が作ることができるというやつです。そのため えーと最低限必要な色の種類数というのは3個、まあ、次元という言い方をすれば3次元ということができるかと思います。で、このペアっていうのは結構いろいろあるんですね、えーと。例えばパソコンのモニターを拡大するとこのように赤、緑、青の光がたくさん並んでますし、例えばプリンターのインクっていうのはシアン、マゼンダー、イエローっていう3色を混ぜて印刷しています。このののののようううな3つペペアアいいはは色 頭文字とって RGB とか CMI とか、まあ、そういう呼ばれ方をするんですけれどもこの3つのペアって他にもたくさんあるんですねあの今日ご紹介いたしませんけれどもいろいろございますでこの3つのペアっていう、まあ、3次元ということを考えた時、まあ、数学的なちょっと話になれば例えば3つ数字があるとこう横と奥行きと高さみたいにこう立体を作ることができるんですね3つの数字があるとということでこの3つのペアのことを 3次元の色空間という表現を持っています例えば RGB 色空間とか CMY 色空間そういうような表現をいたしますはいここまで色の表現というのは光の三原色や色の三原色のように3つで最低限構成されることをご紹介してさまざまな種類の色空間というものがあるのをご紹介いたしましたただですね皆様例えば RGB って日常生活で使うでしょうか 例えば、右の絵にある通り、えーあのリ,えー、リンゴを取ってほしいときに、あの RGBG180、25、30のリンゴを取ってとかって、そういうことはないですよね、まあ。パソコンのプログラムとかはそうですけれども、そうではなくて、皆様は、まあ、この絵で言うならば赤色のリンゴを取ってみたいだということはあるんじゃないでしょうか。すなわち、さっきの色の3次元っていったときに、人間のコミュニケーションで使うのは、色の名前なんですね、1つ目は。それでは、残り2つ。 色の人と人とのコミュニケーションに使う色の名前って何なんでしょうかこれについて、ここからはちょっとロールプレイングをしながら考えたく思います。ぜひともチャットでご回答いただければ幸いです。えー、皆様がこう会社で青色の商品を作ってたとしましょう。すると、えー、と担当者が真ん中にあるようになって提案というような色を持ってきたとします。 ただ皆さん、会議に参加している方々は、この改編1、2、3、4というような、他の青色の方がいいかなと思ったとします。その時皆さんは提案者に対して、担当者に対して、色の変更をどう伝えますでしょうか。その伝え方をちょっとチャットに書いていただきたいんですね。まあ、ここに書きました。改編1番はもっと何々してほしいみたいな、そういう感じで書いていただけますでしょうか。ただし、色の名前を使わないようのでお願いいたします。 これですね、もうすでにありがとうございます。薄めにとか明るくとか、まあ、もしよければこの改編何番っていうのもペアでいただけると助かります。ついでになぜ色の名前を使わないでくださいと言ったかというと、色の名前を知らないことがあるからですね、例えば改編4番の五水色っていう表現をご存知の方はほとんどいらっしゃらないような気がします。あのそういうことを、例えばドラえもんっぽい色とか <laughs>、そういうのもあると思うんですけれども、そういうのは、えー、避けたいっていうのが目的で、今、ロールプレイングさせていただきました。 はい、あの明るく薄くとか目立つさまざまご証言いただきましたじゃあちょっと僕私が準備した回答例に沿って少しご説明をしていきたいんですけれども今の4つの色っていうのは少しこう分離ができるかなと思うんですね例えば1番2番っていうのは、まあ、濃い淡い、まあ、ちょっとこの表現は正しいから置いときましてですねとか改変2番でいうとくすんでいるのような、えっと、色の鮮やかさの表現の方が伝えやすかったのじゃないでしょうか 一方で3番、4番というのは明るいくらい白み黒みなどといったような明るさの方が説明しやすかったのではないでしょうか。これを考えると、色というのは3つの表現として、こういうグルーピングができるんじゃないでしょうか。まずは青色という色の名前。そして色の鮮やかさ。で、3つ目が色の明るさですね。この3つがあれば、人間と人間の情報伝達というのはできるんじゃないかということです。例えば、明るくて鮮やかな青といえば伝わる。 というようよな感じですで実はですねこれは研究にもよく使われていてまあその専門用語もあるのでちょっとご紹介しますねでまあ数学がお得意な方は円柱座標形っていうのも浮かべていただければいいんですが今の明るさっていう表現は、まあ、この色空間でいうとこの縦軸になっていて輝度という表現をしますそしてですね色の名前というのはこのカラフルな平面の中心の角度ですね例えばこの絵でいうと右が赤とか下が青みたいなその方向ですね でして色相とといいうう表現をしますで最後に彩度といういやいや色の鮮やかさというのは、まあ、このカラフルな平面って中心がグレーっぽくて離れるほど色が鮮やかになっているんですね。こういうの中心からの距離で表されていてサ度という表現になります。この輝度、色相、彩度というのが研究で使われている専門的な表現でしてこれが色の基本概念と言われているものになります。まあ、少しちょっと 実際の物体でもっと分かりやすい例があるのでご紹介しますと、マンセル表彰系というのがあります。この左のようにあるとおり、実際は物体がこうポールがあって、その周りにいろんな紙がたくさん並んでいるんですけれども、その1枚の紙には、とある色、色相がで固定されています。例えばこの例でいうと、5, 5イエローという色相で固,固まっているんですけれども、その中の小さいパッチというのは、上に行くほど明るくなる、下に行くほど暗くなる。 という軸軌度の軸があってで左から右に行くほど色鮮やかな黄色になっていくというようなこのような形で色相軌道、彩度サイドという3種類を表現しております。ということでここまでその3次元色空間の中で色の基本概念としては色相、彩サイド度軌道という3種類があることをご紹介いたしました。ここ最後に人間の情報処理がどうなっているか実はこれではないんですねということをお話ししていきます。 ちょっとここら辺は専門的なのであの少々飛ばしていただいていいんですけれども、まあ、最初は人間は目でもちろん光を見ているので目に入ってきますその目では3種類の細胞が、まあ、赤緑青で概ね対応する衰退細胞という3種細胞がいますで、まあ、赤緑青なので赤緑青にしましたけどこの3種類の細胞が、まあ、脳の外側質状態という部位でまた別の足し,合、えー、足し合わせをした上でまた別の3次元に切り替わっているんですね このまあちょっとグラデーション付きで分かりづらいんですけれども、実はですね、これがまあその気度色素サイドなのかなと思ったらそうではないんですね。まあ、軌度は実はそうなんですけど、色相とサイドっていうのはちょ実はちょっと使ってはいないんですね。では色相とサイド以外何を使ってるのかなって話なんですが、実はちょっと数学的に考えると答えは出てきます。先ほど色相とサイドっていうのはこの中心の角度と距離とかっていう話をしました。じゃあこの 中心の角度と距離をきかり書き換えると何になるかなって、まあ、高校の数学ぐらいになってしまうかもしれないですけど、この話は。ただ、この右側の横軸、縦軸にすればで別の表現できるよねっていうのはまあ中学生ぐらいでも皆様、1回、XY 軸っていうのはやったことがあるかと思います。では、この絵でその縦軸、横軸っていうものを取るとどうなるかなというと、この方向になります。でこれがですね、まあ、ちょっと人間の また皆さんが感じる赤色とかとは違うかもしれませんが赤緑青黄色という2つの方向になっていますこの赤緑青黄色というペアですね一番遠い色反対色、まあ、補色とかっていう表現をすることがありますのでこの赤緑青黄色の軸のことを反対色の軸反対色チャンネルという呼び方をしています、まあ、ちょっと色味は違いますけどこの中央にあったのが赤緑 で一番下ににったのがその青黄色に反応する、まあ、細胞がいるよと思っていただければいいと思います。これに、まあ、白黒、軌道を合わせたこの3つによって人間の脳では実は情報を処理されていて、まあ、もっと脳の深い領域に行って初めて色素とか細胞という表現が出てくることになっています。 はい、すいませんちょっと最後の方、書き足になっちゃいますたけども、本日ご紹介したかったことは以上になります。えー、色の表現というのは基本的には3次元で構成されていまして、基本概念としては色相とサイドと輝度という3つがございます。ただ、人間の知覚のメカニズムとしては、色相とサイドの代わりに赤、緑、青、黄色という反対色の軸、チャンネルを使って情報を処理をしているというのが実は特徴的です。 以上で私のご説明を終了させていただきます。えー、ありがとうございました。